ていただいてありがとうございます。星おまかすならシリーズ、綺麗に階段の上り下りができるようになりましょうっていうのは今週のテーマになっています。昨日はお尻の筋肉を使う練習をいたしました。お尻の筋肉を使って今度は階段を降りるときにですね、どこから足ってついてます？階段を降りるときにかかとからドーンってついてますか？つま先の方からちょっとついてますか？でも慌ててね、行くとなんかこう滑って転んだりとかって、する方もいらっしゃるみたいなんですけど、足の裏の、この指の付け根のところですね、ここでしっかりとこう踏ん張りが効くかどうかで、滑っちゃうとかってこともなく、そして安定してお尻の方に体重をかけて階段を降りることができます。でも例えば指がちょっと変形していたりとか曲がってたりすると靴がね合わなかったりするとキュッと曲がっていって、足の裏のしっかりとこう積むことができなくなってしまうと、真ん中あたりとかね、もどもどもと滑りやすくなっちゃうね、ということになりますね。ですからしっかりと体重を先の方につけるようにということで、今日は少し指の運動をしたいと思います。指の運動ですが、今まで足、年もまかすならシリーズで足のねマッサージとかもやってきました。ちょっと復習がてら足のマッサージもしていきたいと思います。足指ですね、はい、指先上げたり下ろしたり上げたり下ろしたり、はい、反対側も上げたり下ろしたり、ちょっと大変だったんですが、しっかり指が開くように、ね、はい、指の間もマッサージして楽にしてください。はい、しっかりと閉じるんです。足の方を伸ばして、股の指も伸ばして、足の指も伸ばして、足の指も伸ばして、しっかりと動かしていきましょう。ちょっと大変だったら、手を使って少し一緒に動かしていきましょう。間も開いて、足の指ね、しっかりと動かせるようにしていきましょう。そしたらタオル今日用意してあるなと思ったでしょ。タオルを、よくこれ施設でもやるんですけれども、タオルで掴んでいく、掴んでいきます。人差し指と親指の間でこう掴むとしっかりと掴んでくれるんですけど、足の指のトレーニングして Thank you.
わえそんなこと。これあのお子さんとかいらっしゃったら両足で引っ張りとか面白かったりして、自分でも片方ずつでどっちが引っ張るどっちが強いかで引っ張りとかできたりもしますけど、お子さんとこう引っ張りっこするっていう遊びをしてみてもいいかなと思います。足もね、できればしっかりと使っていくっていうことが大事になってくるかなと思います。足の指をしっかり使えるようになることで、降りるときにしっかりと足の裏全体が使えるようになります。足を考えるっていうことも大事になりますね。はい。今日も見ていただきましてありがとうございました。